中川国を1月23日から1944年11月24日は日本の陸軍軍人、陸士30期。最終階級は陸軍中将。太平洋戦争のペリリューの戦いにおいて、不評第二連隊長としてペリリュー党守備隊を指揮し、道東を長くても3日で攻略できると楽観していたアメリカ海兵隊を相手に71日間にわたって、 組織的戦闘を続け、自軍の玉砕と引き換えに、アメリカ海兵隊に多大な損害を与えたことで知られる。熊本県出身。小学校校長、中川文次郎の三男として生まれる。玉名中学校を経て、1918年5月、陸軍士官学校を卒業し見習い士官、同年12月、陸軍不評将位に任官し不評第48、連隊府となる。 台湾不評、第二連隊府、不評第四十八連隊大隊副官、第十二師団司令部不配属将校、不評第十八連隊中隊長、不評第七十九連隊大隊長等を歴任する。不評第七十九連隊赴任の直後、露光橋事件の勃発により、日中両軍は全面衝突し、不評第七十九連隊にも動員命令が下され、中川は、 初の実戦を経験する。天津から三世省の補定海戦等での野戦指揮官としての功績を認められ、連隊長の推薦により陸軍大学校選科に入校。1939年3月に陸大選科を卒業し、同月に陸軍不評中佐に進級。1941年4月、選考により高四級禁止勲章を受章。 独立混成第5旅団参謀を経て、第62独立不評団参謀となり、1943年3月、陸軍大佐に進級。同年6月、不評第2連隊長に補えされる。連隊所属の第14次第が満州から南方へ転用されることとなり、パラオ諸島へ向かった。不評第2連隊はペリリュー島に、 不評第15連隊の一個大隊と共に配備され、中川が守備隊長となった。不任前、中川は夫人に認知と任務を尋ねられた際、英語を演習したとだけ答えた。1944年9月15日、アメリカ軍がペリリュー島に上陸、日米は熾烈な戦闘を継続。昭和天皇から中川部隊へ、歌唱11度、 上級部隊司令部から勘定三度が与えられた。しかし次第に物量に勝る米軍の前に劣勢を強いられ、11月24日にはついに司令部陣地の兵力弾薬もほとんど底を突き、司令部は玉砕を決定。中川が自決した後、玉砕を伝える桜桜の伝聞が本土に送られ、翌朝にかけて根本カシオ隊を中心とした55名の 残存兵による万歳突撃が行われた。こうして日本軍の組織的抵抗は終わり、11月27日、ついに米軍はペリリュー島の占領を果たした。中川は戦死後に2階級特進し、陸軍中将に任ぜられた。中川は一度はうがき軍縮の煽りを受けて、配属将校となり、キャリアを立たれたかに見えたが、その後の日中戦争の改戦により、 実戦で野戦指揮官としての能力を認められ、40歳を過ぎて陸大戦火に進むと、エリートとは一線を隠す叩き上げ軍人であった。それだけに合理的精神の持ち主で、前頭を徹底して要塞化、地下陣地化して兵の保全に努め、兵の過半数の玉砕を今しめてできるだけ多くの米兵の出血を強いるという戦術をとり、米上陸軍を苦しめた。 中川の取った組織的な戦法、戦術は後に、伊王島の戦い、沖縄の戦いにおいて参考とされ、米軍に対処効果的な損害を与えることに成功することとなる。ありがとうございます。